りえちゃんです。大阪さかくらこたです。お願いします。はい。本日は。給料発表を行います。はい、毎月恒例。そうですね。はい。もうなんか。はい。もうほんまに。毎月のように。新しい人に。見てるでって。言われるな。あ、そうなんですか。うん。この間、県と深谷に。はい。給料発表、発表を見てますよ。はい、はい、はい、はい。 それれ以外も言わやっぱみんな気になるからねやっぱこれぐらいの感じは気になるんでしょうねどんなもんなのかっていうねところは気になるんでしょうけどねえまあ9月分そうですね9月がそううんんかほんまに雑だねけど今月なんか給料日 はい、給料明細届く日なんかえらいみんなにぎわっててなんか今月に限って分からんけど、はい、楽屋にぎわってなかったいやあんま思ったことなかったですなんか肝っちゃんは20の肝っちゃんは持ってきてたり、はい、で、僕らなんぼでしたみたいな給料情報なんか飛び交ってたなええー、だからなんか、うん ちゃいます。夏とかのイベントとかもあったりしたからまあもろもろ割とみんないですいタイミングやったんかもしれない多分まあそうですねまあとりあえず発表しますかそうですねはいいきましょうそれでは「大阪クレオパトラ」9月分のお給料を発表いたします9月分のお給料は 7万千4 2 3円大将えー、倍ぐらいある思ったのに。いや、誰が私いや、自分が私も正直きつい。でもね、明細見たらほとんどライブ系だったんであんまや、メディア系が一切なかったな。なかったんですよ。だから。 まだ入ってない分めっちゃあるしなありますありますだからアベレージですよ多分これが私たちのうんまだマッシーだと思いますこの舞台ばっかの割にはあんまマッシーやな確かになまだマッシーきいのあんまなかったもんなかった一個ぐらいなそうですねあれあんなギャラ安かったんかいっていうのあったなああ。びっくりしたなうんまあね 何かとは言いませんがあんな安かったんかいって俺めっちゃ多く見積もってたのに倍以上見積もってたの多分表でやつ一緒やと思います私はもうそれびっくりしましたえええなんか分からんけど主催ってなってたしうんっていうねそれもどういうことやと思ったはい。まあしょうがないですね辛いな私もほんまにきついなちょっとやばいです まなこれはやばい俺まだバイトしてるからまあまあ全然もう一番絶妙にあかんまあ金額やなはいまあ来月はほんまに来月多分多分なうん来月は倍ぐらいいっといてほしいなうん多分倍ぐらいはあるんちゃうかなと思ってますね私もだから来月は変な話最高額叩き出すんちゃうかなと思ったりはしてます一応いろいろねはいあったりそう でももうするわ。いやもうちょっとだってねあの同期のね、宮北ね元力こぼの宮北とねバイトにしちゃったから喋ってて「えりえちゃん給料よかった?」みたいな「いやきつかったな」みたいな「えなんぼな」みたいな「なんぼなんぼ」って言って「7万7千円ええちょっと待ってえ忙しいだけ?」 やそうなるよねそれでただだから20世紀は逆かなみたいな感じかなだからちょっとまあメディアでちょっとあれで舞台でもまあかといってねのメディアは来月まだましかもしらんけどその先のことなんてないからこれがちょっと怖いなっていうねほんま次のグランドバトルマジで頑張らなか。やばいねんんなほまに 上位、トランとでも、ダメでしょう、うん、そう。上位取らな厳しい。取りたいし。しいま取りたいですよ、もちろん。ちゃんと見てくれたらな。まあね。<laughs> まあまあまあ。そうですね。うん、まあ、M1 もあるし。いろいろ賞レースも、入ってきますからね。まあ仮ではあるけど。うん、営業とか、結構入ってるもんな。まあ、そうですね。それがなくならんかったら、マジで。 ありがたいけどこれは全然なくなる可能性ありますからねなくなる可能性の方が高いかもね高い完全に高いですよいや全然置かれられへんわもちろんどうしようってなりましょんまあなうんちょっと M1 やなそうですね村端 M1 ですよ西川はい今照準絞ってそうですねはいということです 発表以降は、誰も見てへんやろからあ、まあまあ、まあそれはねはははケントを見てるかないやいや見て、見てるんじゃない見てたら返事いや、別に返事いらんでしょう。見ながらはーいって言うここここまで見ましたよっていうねはい証拠があったらいいかないや、かわいそうやそんな、その、気使わせときましょう私らのこんなしょうもない動画をまあまあまあ、ということではいはい本日ははい まあ来月を頑張りましょうということですね。すねはい。はい。それでは、ありがとうございました。うん